早くしてくれ。せっかくならあの大きいのを。考えるのは後だ。どうなってんだ。いいから2台早く。やばいやばいって。追いつかれるぞ。降りずれ。まだ車車分かってる。先日地下鉄で起きた列車暴走事故は未だに原因が解明されておらず、多発している精神暴走の関与と合わせ警察は事件の究明を急いでいます。噂本当だったってこと？心を盗むとかないだろ。なんかネットで見た気がする。おかしいな。学校が歪んだ欲望が具現化した世界、我が輩はパレスって呼んでる。他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？答えて。本人に予告してやるのさ。お前の心を盗むぞってな。猫が喋ってる。猫じゃねえ。我が輩はモルガナだ。何を開始します？あれを使えば現実とパレスとを行き来できる。クソみてえな大人とか社会、そんな奴らを全員返しにさしちまうんじゃねえかと思ってよ。だったら私にもやらせて。心を盗む怪盗、実在したとはな。ペルソナとは外の人物と向き合う時に現れ入れて心を鎧う、いわば仮面だ。力がありゃ金が返せる。無事に出られるなんて思うな。お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取りつかれた最低の悪魔よ。おい待てよ、あれって大物になるほど歪んだ欲望は果てしないぞ。それくらいの覚悟できてんだろ。あなたは囚われ、あらかじめ未来を閉ざされた運命の囚われ。私の記憶とか、あと気持ちとか、そういうの全部なくなっちゃえば。やめろ、知りたくねえ。今世界はあるべき姿にあらず、歪みに満ち、もはや破滅は免れない。無駄なんだよ。わかった、もう我慢しない。さてどう動く？これにかけるしかねえんだよ。お前が誰だろうと、あんたの全てを奪ってやる。